どううも、すす。まません。純日新聞配信相場頭ずつつにいいてしゃべってっこうと思います人気はしててもここは狙いたいなっていうぐらい状態のいい馬いますしあとは穴馬として狙いたいなっていう馬も何頭かいて混戦メンバーでどの馬から入ってもいいっていうようなメンバーだと思いますねでそういった中で僕は湘南バッハを選んだんですがこの馬に関しては追い込み客室ということで そういう客室なんで展開に左右されるところがあって、ちぐはぐな競馬が続いてるんですよね。前走なんかは完全に不利を受けて、直線を追えずっていうような感じでして、金走出来もいいですし、全く人気がないので、ここのメンバーの中でもし馬券買ってなくて来たら一番悔しいのは湘南バッハかなっていうことで選んだっていうような感じですね。でも 鮫島勝馬騎手はですね才能あるんですがやっぱり一流騎手たちと比べるとまだまだ若手ジョッキーの域にいるジョッキーではありますんで、まあ、そういった意味で信頼性はだいぶ低いので皆さんにはおすすめはできないですね、まあ、湘南バッハは北三ブラックの兄弟ということでなんとか重賞を勝ってもらいたいなっていうふうに思いますし もう自力としては今までの競馬なんか見てたら重症は勝っててもおかしくないぐらいの自力がありますんでここはジョッキーがうまく乗れば普通に馬券圏内には来る馬かなっていうふうに思いますんでまあ他の馬たちも強いんでその馬券圏外に飛んだらジョッキーのせいっていうほどの力はないんですがただ上位人気の馬たちと互角の力がある中で全く人気がない。 苦笑でも7倍以上とかつきそうな感じになってるっていうのは過小評価されてるっていうところがありますね。今回はハンデ戦ということなんですが、まあでも、そんなにはハンデ差はないかなっていう中で、霊ーロマンスですね。まあ、貧馬ということもあるんですけれども、この間に関しては、最近あまり調子が良くなかったんですが、ここに来て追い切りの動きがすごく良くなってますんで、51キロは軽いかなっていうところがあって、 まあちょっと切れる足があんまりないので、ハマらないとっていうタイプなんですが、こういう軽量の馬も怖いですし、鈴鹿ディープも53キロだったら十分通用してもおかしくないっていうところがあって、まあ結構その、レース展開だとか、いろんなものが噛み合った場合だと荒れる要素もある、そういったようなメンバーかなっていうふうに思いますね。で、中京の馬場に関してなんですが、 今週も A コースということで、先週までの傾向を見てたら、もちろん逃げ先行場、内を通った馬が有利っていうような競馬も多いんですが、でも、なんかですね、ちょっと微妙な感じでですね、先行馬たちの足の使いどころがうまくいかなかった場合ですね、その場合にゴール前で入れ替わる、そういったようなレースもあるんですよね。ですから、 レース展開によっては先行馬たちがゴール前で甘くなって、差し追い込み馬たちがワッと来るっていうような可能性もあり得るかなっていうふうに思いますんで、そういった中で、逃げ先行馬について続いて考えていきたいんですけれども、どの馬が逃げたそうか先行したそうかというところで、マイスタイルかアメリカズカップ、あとは、 エテルナ・ミノールあたりはですね、あんまりダッシュは良くないんですが、たまに先行することがありますんで、メンバー構成を考えると、もしかしたら出していく可能性はあるかなっていうような感じで見てますね。で、あと、あとはストロングタイタンですね。ストロングタイタンも先行することが多くて、もしかしたら行く可能性があるんですが、この間に関してはあんまり行かない方がいいタイプではあるんですが、っていうところですね。で、逃げる可能性が一番高いのは、 マイスタイルかアメリカーズカップかなっていうようなところでマイスタイルは大外枠でもありますし中途半端に外を回るぐらいだったら逃げた方がいいかなっていうような感じですんではなか2番手まではいかないとっていうような感じだと思いますねで田中勝春騎手はですね、まあ、以前からそのペースメイクだとか競馬を作るということに関してはあんまり細かいことは得意なタイプではなくて基本的には それなりに立ち回ってそれなりの競馬をしてっていうことが多いオーソドックスな競馬をすることが多くてその分今の中京だともしかしたら乗り方が多少雑になりすぎた場合だとゴール前で甘くなる可能性があるんですよね。マイスタイルはですね、まあ、逃げ馬というよりかはもともとは差し馬だったところがあって 脚質的には突き放す足もあるんですが、その足の使いどころを間違うと、ゴール前でじり,じり足っぽくなって甘くなるところもありますんで、そういったような感じにならないかというところで、本来ならば、レース展開だとか、先行場が少ないということを考えると、マイスタイル、本命で行きたいですし、取りこぼしちゃいけないかなっていうような感じのレースでもあるんですけれども、でも、そういったような不安があるということですね。もっと逃げの… 安定性のあるジョッキーが乗ってた場合だと、マイスタイルを迷いなく本命にしたかなっていうような感じの条件ではあるんですかっていうような感じですね。で、そのレース展開としてですね、もしスローに落とした場合ですね、スローに落とせば逃げ馬先行馬が有利になるかというと、そうとも限らなくて、変に足を溜めすぎてラスト400、500ぐらいの 勝負にしてしまうと一瞬は突き放すような競馬になる可能性はあるんですがゴール前で甘くなって後続の馬たちがワッと来る可能性もあるんですよね前半スローに落とすことによって逃げ馬先行馬たちが不利になることはほとんどないんですがでも後半 1000m に入ってからはですね 1000m800m ぐらいから徐々にペースを上げていってコーナーから後続になし崩しに足を使わすようなペースメイクをしないと 前にいてもあんまり意味がないんですよね。逃げ馬千古馬っていうのは競馬を支配して、そういう風に後続の馬たちを苦しめなければあんまり意味がないっていうところがあって、まあそういったような競馬をできると、イメージできるかどうかで逃げ馬千古馬の信頼性はどうかっていうところが決まるかなっていうような感じで、で、田中勝春騎手もうまく逃げることはあるんですが、ただ、 20年間ぐらい見てて安定性は書きますんで、そういった意味で、まあ、マイスタイル1番人気か2番人気になりそうで人気もしてますし、ちょっとそういったような信頼性という意味での割に合わなさっていうところから本命を打てなかった部分はありますね。ですから普通にマイスタイルは強い競馬をして勝つ可能性はありますし、前走の福島の重賞なんかは4コーナーで仕掛け遅れをして、 後ろから外から一気に来られたっていうようなところがあって、取りこぼしでしたんで、普通に重症は勝てる能力はあるまですんで、ここもこのままの能力を最大限に活かせば勝てるかなっていうような感じはありますんで、そういったような逃げ馬1000コ馬の有利さを活かせるかっていうところがマイスタイルで、まあ、そこで僕は2分の1の選択というところでもしかしたらうまく 競馬を作れなくてゴール前で甘くなる可能性があるんじゃないかというところで差し馬から入ったっていうところもありますねそれでは上の方から一等ずついきますエンジニアエンジニアはですね最近になって本格化してきたかなっていうような感じで追い切りを見た感じでは引き続き好調ですしここでも一発あってもおかしくはないと思いますので 人気はないんですが、穴馬としてなら面白い範疇かなっていうような感じですね。ただ、直線を追い出してですね、加速するまでに時間がかかるタイプで、いかに4コーナーから直線に入ったところでスムーズに加速できるかっていうところがあって、それがうまくいってハマって、なんとかっていうような感じの力関係かなっていうような感じで、まあ、加速してからもここでは際立った足を使えるかというと、そこまでの切れる足はないので、やっぱり 前潰れになったりだとか、他の馬たちが足を使えない時に突っ込んでくる可能性があるかなっていうような程度で考えてますね。それで前走の前鎮共和国外はですね。前鎮の時はですね。直線で外に出すときにですね。まあ、外に力が逃げちゃうような、そういったような感じになってしまって。ああいう風になると、また再び加速するのに足を使わなきゃいけないっていうような感じになるんですよね。 要するにああいう感じになるとまた加速するのに時間がかかったりだとかそういったような不器用なところもありますんでいかにスムーズに加速できるかっていうところなんですよねアメリカズカップアメリカズカップはデビュー当初から馬っぷりが目立ってまして早い段階で重傷で2着か3着もしてましたよねでこの馬はですねそういった中でちょっと乗り方が難しいタイプというか まあスピードに乗って先行できる時は比較的乗りやすいんですけれどもダッシュがつかないような時もあったりなんかしてポジションが悪くなると切れる足がないのでちょっと難しいところがあるんですよね、まあ、でもじりじりと足を使えたりだとかしますんで追い込む競馬もできるっちゃできるんですがそういう競馬になってくるとやっぱりもっと追えるジョッキーが乗ってないとっていうような感じでもあるんですよね。 ですから基本的にはその先行するかそれかどっかのタイミングでまくるだとかそういったような乗り方の方が平均的なジョッキーでもある程度力は出しやすいかなっていうようなタイプの,ジョの馬ですね。でとなるとですねやっぱりどちらかというとレースセンスで勝負するっていうようなタイプですんで右回りの方が乗りやすいかなっていうような感じで左回りになってくるといい素足のある馬たちが増えてきますんで そこをどう克服するかっていうところでやっぱ乗り方一つかなっていうような感じなんですよね。グレイル。グレイルはですね、追い切りを見た感じだと足先にちょっと力が入ってるようなそういったような感じのフットワーク自体は悪くはないんですがただなんか動き全体というか体の感じなんか見てると 芯の部分ですね軸の部分がですねしっかりとしてない感じの走りなんですよねなんか全体的にパンとしてないなっていうような感じがあってそれがどうかなんですよねもちろんパドックで見てみたら意外と良いっていう可能性はあるんですけれどもあんまり印象の良くない追い切りだったかなっていうような感じですねで菊花賞の時も調子を落としてましたし今あまり出来が良くないんじゃないかなっていうような感じなんですよねで 左回りだとなんか走りがあまり良くないですね。どちらかというと右回りの方がいい馬ですし、まあ、内枠なんで左回りそれなりにこなす可能性はあるんですがでもここで飛びつくほどのことではないなというような感じですね。人気もしてますしそれだったら消しちゃおうというような感じですね。津村騎士は丁寧な当たりの柔らかいジョッキーですんで立ち回りである程度なんとかする可能性はあるんですけれどもでもっていうような感じですね。 エテ,ルナミノルエテルナミノルはですね、まあ、この馬は G3 ぐらいだったら通用する力はありますし先行できる時がありますんでそういったような積極的に早めにっていうような競馬ができた時にはいいところがある馬ですねまあ s a s はですねまあ、中距離だったら濃いか中段あたりで足をためてスッと抜け出すような感じで牝馬限定の重賞を勝ったことがありますねそういうふうに ま立ち回りがうまくいくときもあるんですが基本的にはそのまともに競馬をするとパンチが足りないというか切れ味だとかそういったような部分ですねゴール前での勝負強さというところでも男馬相手だとどうかなというような感じがありますのでなるべくなら今回積極的に早め戦闘ぐらいな競馬をしていった方がいいんじゃないかなというふうには思いますね、まあ、距離的にはもうちょっと1008ぐらいがいいかなというような感じではあるんですが、まあ、2000m もこなせる範疇ですし ま、ちょっと鋭さはいまいちな動きではあるんですがスピード競馬に持ち込んで後半をアンペース気味に持ち込めればいいところが出る可能性はあると思いますね。マサハヤドリームマサハヤドリームはですねこの馬はもともと気性が激しかったりだとか足がたまらないようなところがあったんですよねでも金走ですね23走前ぐらいですかね福島の方で足が溜まって。 ああいうふうに噛み合った時には素足のいいところが最近は出てきたかなっていうような感じですね。ただ、前走のパドックでの動きがですね、なんか無駄の動きが多いというか、軸がぶれてるような歩き方だったんですよね。で、今回追い切り映像がないんですが、前走と同じような感じのパドックでの雰囲気だとうまく足がたまらない可能性が高まりますし、 ま前走のイメージからちょっと今回は印を落としたっていうところがありますね。ただパドックでの気配が良ければ注意しなきゃいけない馬ですし、まあ、今だんだんと本格化してきた部分もありますので調子さえ良ければあとは落ち着いてしっかりと歩けてればっていうようなところですね。で消、まあ、してもいいかなとは思ったんですがやっぱり北村雄一騎手はここの ジョッキーたちの中でも上位のジョッキーには入りますんで差しに回った時の北村唯一騎手は怖いところがありますんで抑えたっていうようなところがありますねハクサンルドルフハクサンルドルフはですねこの馬はとにかく重症クラスの能力はあるんですけれどもでもやっぱり追い込み馬ということで展開に左右される分なかなかチャンスを掴みきれなかったっていうような感じの馬ですね 早い段階からですね、デビュー当初から素足の EU まで注目されてましたし、まあ、そのまんま、なんか、うまく噛み合わないレースが続いてきたなっていうような感じなんですよね。で、このまの欠点としてはですね、4コーナーから直線に入ったところで追い出して加速するまでに時間がかかるんですよね。ですから本来ならばですね、もう本当に直線入ったところ、もしくは4コーナーの時点から無知を入れてとていうような、 一発でもムチを入れてそれで気合をつけてっていうような感じで競馬をした方がいいんですけれどもでもそういうような乗り方をした場合だと気難しいところがあったりなんかして反抗する可能性もありますんでそういった難しさもあるような馬、まあ、なんですよねで浮上岡工太騎手はですね若手騎手の中でも比較的オイルジョッキーですし、まあ、ある程度動かせるかなっていうふうには思うんですがただ 出来の方がですね、ちょっと重いかなっていうような感じで、前走くらいまでは出来は良かったんですが、前走よりかは少し出来が落ちてる可能性がありますし、パドックでの気配が良くなければ、重い印は打たないかなっていうような感じですね。ですから、今のところは抑えっていうような評価になってます。で、まあ、とにかくその、4コーナーから直線に入ったところの反応の悪さがどう出るかっていうところで、 東京コースよりかはですね、中京の方がコーナーからペースが流れやすい傾向にはありますんで、そういった意味では、コーナーからペースが流れてくれると、スムーズに加速できる可能性がありますんで、そういった意味でのハマり方をする可能性はあるかなというふうに思いますね。ギベオン。ギベオンに関してはですね、3歳春の時点から大物感はないっていうふうにずっと言ってるんですけれども、でも、 そういった中でやっぱり藤原秀明9社は優秀だなっていうふうに思いますしこの馬の素質を最大限に生かして早めにうまく作ってきたかなっていうような感じがありますねでこの馬の特徴としてはですねレースセンスの良さですねそれで馬群をつけるような一瞬のキレがあるというところでそういったような器用な足の使い方ができる部分はいいんですがやっぱりあんまり強気に乗ると ゴール前で甘くなってリ足っぽくなったりだとかあとは全体的にレースがタフになりすぎたりだとかした場合だとちょっとどっかで頭打ちになるかなっていうのイメージなんですがこれぐらいのメンバーだとまだ馬場もいいですしこのま,まの器用さとレースセンスが生きる可能性はあるかなっていうふうに思いますねで仕上がり具合に関してはですねまあ確かに叩いた方がいいんですが 力はは出せそうな感じではありますね距離的にはもうちょっと1,008とか1,007ぐらいがいいかなっていうような感じはあるんですけれどもでも 2,000m もこなせる範疇だと思いますしとにかく足を貯めれるかっていうところですね前に壁を作って足を貯めて一瞬の足をどこで使うかっていうようなそういったようなうまくいいところで足を使えるかっていうところでクリスチャン・デ・ムーロ騎手も中共である程度乗り慣れてますし。 まあこの中,中京記念メートルダルかなんかで勝ってますよねそういったようなところもありますんで、まあ、ジョッキーのプラスアルファを考えると本命にしてもいいかなっていうふうに思ったんですが、まあ、でも人気してますしやっぱりその横の比較で単純な能力比較でいくと人気に見合うかというとっていうような感じなんですよねですからうまあ、くいけば上位に上位争いはするとは思うんですが 他の馬たちも全馬が能力を出し切った場合だと人気に見合うかというとどうかっていうような感じですね。ドレッドノータス。ドレッドノータスはですね、この馬も2歳ですね、京都2歳ステークスでしたっけ、竹豊騎手が乗って先行して押し切って重賞を勝ちましたよね。あの時はメンバーに恵まれたりだとか、先行馬有利のレース展開で恵まれた部分はあったんですが、 早い段階からこの間のスピードとセンスっていうところが生きたっていうような感じはありましたね。で、まあ、その後は相手が強くなったりして苦しんだんですが、この間自体もちょっと調子を崩してた時期があったかなっていうような感じで、そういった中でここに来てですね、ここ半年ぐらいで力をつけてきたなっていうような感じでもう今は G3 ぐらいだったら中心視できるかなっていうぐらいの力がありますね。 そういった中でですね、やっぱり中谷騎手はですね、安定性を欠くジョッキーですし、まあ、その JRA のジョッキーの中でどれぐらいのポジションかというと、中の下か下の上ぐらいかなっていうような感じで、やっぱり平均レベルよりも上っていうような技術があるイメージはないので、そこの信頼性っていうところですね、中谷騎手が 中谷騎手として最高にうまく乗れれば勝ち負けに持ち込めるだけの能力のある馬なんですがそれを期待できるかどうかというところですねで中谷騎手ですね左回りだとなんか安定性を欠く部分が高まるかなっていうようなところがあって、まあ、以前で言うとステイフーリッシュでなんかぎこちない感じの競馬してましたよねそういったような感じのイメージがあってなんかその左回りだと特に割り引いて考えて。 手を出しづらいなっていうようなイメージがあるんですよね。でも馬は強いですし、前に壁を作って足をためるような競馬だったら乗りやすいでしょうし、後半もしぶとい素足じじと使いますんで、まあ、ここは大チャンスですんで、中谷騎手の初重賞制覇という可能性もあるかなっていうふうに思いますね。まあ、中谷騎手本当にいい馬いっぱい乗せてもらって。 重傷かつチャンス与えててもらってますよね、まあ、その辺はなんか普段から頑張ってたりするのかなというような人間的に頑張ってる部分があってそれでこういうふうにいっぱいチャンスを与えてもらえてるのかなというのところでこの辺に関しては他のジョッキーたちもなかなか馬が回ってこないようなジョッキーたちは見習った方がいいかなというふうに思いますね。レイ霊ーロマンス。レイ霊ーロマンスはですね、まあ、この馬は以前重傷で 連続して構想してててそういった時に素足が切れるっていうふうに勘違いされてたんですよね。それはレース展開の中でどはまりしたっていうようなところがあって岩崎騎手が乗っててそういうようなはまるような乗り方をしてたんですけれどもでもそれがだんだんとうまくはまらなくなってきて素足が目立たなくなってきたっていうような感じですね。でそういった中で前走 全然そうぐらいはですね、調子を落としてたかなっていうような感じで、まあ最近ちょっと調子を落としてた中で、今回追い切りの動きがすごくいいですね。体の動きにキレがありますし、足先のスナップなんかも効いてて、まあ本当にスムーズに、スムーズに体が動いてて、いかにも絶好調っていうような感じですね。ですから S ランクっていうふうにしたんですけれども、でも、もともとその切れる足っていうのがそこまではないので、 ここのメンバーではギリギリと足を使う程度かなっていうような感じなんで、この51キロの軽量を活かして、うまく立ち回ってはまればっていうような程度で考えてますね。丸山元気？紀州はですね。当たりの柔らかいジョッキーでですね。やっぱり才能のあるジョッキーですし。まあ、これから伸びていってもらわなきゃ困る関東のジョッキーですんで、この辺で結果を残してもらいたいなっていう部分はあるんですが、やっぱりまあ、他の馬たちも強いですし。 まどこままででうううくくいくかっていかうような感じですね湘南バッハ湘南バッハについては最初に話したようにもともと重症クラスの自力があってはまるかどうかっていうような感じですねで鮫島勝間騎手はですね、まあ、ちょっと先行とかだとまだ競馬を作るということに関してはだいぶ安定性は欠くかなというような感じのレースが多いんですが差し追い込みに関しては調子のいい時は 結構うまく乗ることが多いので、その辺に期待したいかなっていうふうに思いますね。まあその当たりが柔らかかったりだとかですね、あんまり馬の邪魔をしないということに関しては才能のあるジョッキーなんですが、まだやっぱり勝負どころでの競馬感、ンロドリーだとか、流れを読むだとか、あとは直線を追うということですね。まだ追うということに関しても若手ジョッキーだなっていうような感じですし、まあ、お父さん、地方の名手で、 お父さんの背中を追いかけてまあ丸山元気騎手もですけれどもお父さんが偉大なジョッキーたちですんで少しでも追いついてほしいなっていうふうに思いますね。メトルダルメトルダルの福永騎手のお父さん福永洋一騎手も名手でしたねですから父以代父以代父以代というふうに3人並んでますね。まあ、福永機種はもう、 一流ジョッキーで日本人ジョッキーの中でもトップクラスのクレバーで立ち回りのうまいジョッキーですねでこのメートルダールは去年の中日新聞杯だったと思うんですが中京で重賞を勝ってましてその時はですねクリスチャン・デムロクュが乗ってコーナーから早めにまくり気味の仕掛けをしたんですよね大胆な仕掛けをしてそれがはまったような感じもあってああいうふうに能力を出し切れるようなレースができれば強い馬なんですが ちょっとこのまま足の使いどころが難しかったりだとか多少乗り方が難しい部分があるんですよねですから3歳の早い段階の重症で取りこぼしが多かったというか賞金を加算できなかったっていうようなところがあって今回もそういう部分が出ないかっていうような心配はありますね、まあ、でも馬が成長してですねやっぱり全てにおいて欠点が少なくなってきたかなっていうような感じがあるんですがただその反面 際立った部分がないっていうような感じで総合的な総合力はついてるんですけれども乗りり方と展開には注文がつくかなないうようよ感じはありますねで多少ずぶいところがありまして4コーナー前後でポジションだとかレース展開によってはずぶいところを見せて反応の悪さから足を余す可能性もありますしかといってうちの方に入れたりだとかバグの中に入ると。 まあちょっとその反応の悪さだと書き難しいところが出る可能性もある馬かなっていうような感じでいろいろと考えると難しいところもあるっちゃあるんですよねただ泳ぎを見た感じだと好調ですし体の動きもスムーズでこういうような感じの走りをしてる時はきのメートルダあルっていうのはですねある程度雑に乗ってもですね後半しぶとい足を使えるっていうようなところがありますんで。 そういった意味で比較的乗りやすい状態で出走はできるかなっていうふうに思いますね。まあ、ただやっぱり、その、いろいろと足の使いどころの難しさっていうところは付きまといますんで、人気もしてることですし、本命までは打てなかったっていうような感じですね。でも、普通に能力的には上位ですんで、本命にする人がいても全然おかしくはないと思いますね。ストロングタイタン。 ストロングタイタンはですね、まあ、このま右回りでレコードタイムでしたっけ、重症勝ってますよね、で、スピードとセンスで競馬するタイプで、どちらかというとやっぱりペースが流れやすい右回りの小回りとかが合うかなっていうような感じなんで、左回りになると直線いい足を使う馬たちが増えてきたりなんかして、ちょっと足の使いどころですね、このま一瞬、 切れる足は使えるんですが、その足の使いどころが難しかったりだとか、立ち回りで何とかしなきゃいけない部分が高まってしまうかなっていうようなところがありますね。で、外枠でもありますし、ちょっと追い切りが多少重いかなっていうような感じですし、となるとちょっと思い印までは打てないかなっていうような感じもあって、抑え程度にしたっていうような感じがありますね。まあでも 能力的には単純な能力比較でいくとここでは上位に上位56頭には入るかなというような感じではありますんでまあそういった意味でアブドゥラ騎手もオイルジョッキーですしジョッキーのプラスアルファが出た場合だと普通に勝ち負けしてもおかしくはないかなというふうに思いますね鈴鹿ティープ鈴鹿ティープはですねまあ地味な馬なんですけれどもでもそれなりの競馬はしてるんですよねちょっとこの馬に関しても追って 反応が悪くてずぶいところを見せたりだとか直線での足がじりじりとしか使えなかったりだとかその器用な足と切れる足が足りないかなというような感じではあるんですがでもある程度のレベルまでは対応できる馬ですしここでもうまくごまかすような競馬ができて素足がはまれば掲示板以上あってもおかしくない馬だと思いますね マイスタイルマイスタイルについては最初にしゃべったように能力的には普通に上位の馬ですし逃げ先行できるという強みがありますのでそういった意味ではうまく競馬を支配できれば一番有力馬かなというような感じがありますねでそこで二分の一の選択というところでうまく競馬を作れるかというところで僕は二分の一のうまくいかない方にベットしたというような感じですねですから普通に勝っても全然おかしくないというところですね でゴール前で甘くなるパターンをイメージするとやっぱり足の使い方ですね何度か喋ったんですけれども馬っていうのは一瞬でいい足を急にいい足を使わそうとすると使える足が短くなる傾向にありまして特にこのマイスタイルっていう馬は急に加速させるとゴール前で甘くなるじり足っぽいところが強まるんですよね。ですかからら徐々にコーナーナ 細かいギアチェンジをしていって加速していってそして一番いい足をどこで使うかっていうようなそういったような乗り方が必要かなっていうような感じなんですがまあでもこれぐらいのメンバーでこの馬のマイスタイルの能力を考えると多少雑でもある程度は形はつけられるかなっていうような感じがありますんであんまり心配する必要はないのでまあ外れても後味が悪くならないっていうふうに考えられる人だったら マイイスタイル本命でもいいかなとは思うんですが僕は田中和樹騎手はですね結構相性が悪くて後味の悪い負け方が結構多かったのでそういったような20年間のの蓄積の中ででえないっていうとうころがあるんですよね、まあ、人間性よくて兄貴肌でそれで世話好きですごく好かれてる玉器ではあるんですけれどもやっぱり競馬に関してはシビアに考えなきゃいけないっていうところがあるんでっていうところですね。 最後に僕の馬券の買い方についてなんですが本命馬の副賞を買うっていうのは固定なんで湘南バッハの副賞ですねで今のところオッズで7倍以上もしかしたら10倍以上つく可能性があるぐらい全然人気がないので、まあ、7000円ぐらい厚めに行ってもいいかなっていうような感じですね、まあ、薄めに行って副賞がほんの数千円っていうような感じでビビたるあれだったら損した気分になるんでっていうような感じですね で、単勝はですね、まあ、他の馬たちも強いんで、単勝を買う必要ないかなとは思うんですが、まあでも人気がないということで、これぐらい夢を買うような感じで買っておこうかなっていうようなとこですね。で、ワイド生まれの軸としてですね、まあ基本的には総流しに近い感じにしたかったんですけれども、そういった中でも多少削ってっていうような感じですね。で やっぱりマイスタイルはですね先行できる強みというところがあってそういった意味で3い以内ということに関してはというところでワイドを多少厚めに200円にしたというような感じがありますね生まれの本線はメートルダールマイスタイルドレッドノータスエンジニアこの辺までかなというような感じなんですがまあでもエンジニアに関してはハマらないとっていうような感じなんで多少 評価としては落としてるんですが人気がないんで来た時にはっていうような感じにしてありますねで他の馬たちに関しても結局はジョッキーが怖いっていうところがありますんでやっぱり重賞レースでジョッキーで逆転するっていうようなことは普通にありますんでまあそういった意味で消しきれなかったりだとかする部分がありますねまあとにかく大混戦ですね右上のところ混戦度 A ということで本命馬不在のレースですんで 皆さんはお好きな馬から入った方がいいと思いますね。以上です。吉本興業 ABCD か加減というコミの東野昴郎と申します。失礼します。